誰ですか。それがこちらです。こちら、はい、ドドリア。これ俺が発表したっていいんですかね。大丈夫じゃないですかね。あの試作作ってますっていうのと、はい、監修としてちゃんと見ていただいてますもんね。これあの別に発売が決まったわけじゃないですからね、はい、今、ここまで試作として作っていて今後出したいっていう、まだ企画中っていうことなんですね。そうですね、企画中ですね。はい、企画中のものとなってます。本当に企画中のものを、ね、出すってあんまないんで、今回のこの、ビクトの部屋のためだけに、はい、ちょっと西田さんが持ってきてくれました。フリーザさんの第一形態商品化したら、うん、次商品化するのこの人たちでしょみたいな。いい、この並びめっちゃいいですね。これいいですよね。これあともう一人、もう一人皆さん買ってください。いやフリーザ買ってください。フリーザが売れたらドドリアがも行ってもう一人、でさらにもう一形態みたいな。そうですね、そういうところは、うん、フィギュアとしては、はい、やっていかないといけない、やっていきたいってことですね。やっていきたいっていうことですね。そう思ってますね。じゃ技術も追求するし、はい、ラインナップも追求して、はい、ドラゴンボールワールドを広げていくっていうことなんですね。はい、であとの、はい、ちょっとご紹介しますと、このドラゴンレーダーみたいな、はい、このプロプリカっていうブランドでもあのドラゴンボールもやってたりしてますので、はい、まあ、もうちょっとなんかできることありそうな気がするので、うん、あのフィギュア技術を追求する、はい、イマジネーションワークスと、はい、ラインナップを追求していくフィギュアスと、うん、そしてこのプロップというか、はい、劇中に出てくるものを商品化するプロップリカというところでもドラゴンボールを広げていきたいなと。いやこれは楽しみすぎますね。はい、